スタートマーシャル OK 出ました。いきますよ。オープンクラス決勝 A メイン10分レーススタート合図入ります。おっと1台動かないぞ。ちょっと、マーシャルに渡してあげてください。ピックアップしてください。ちょっと見てもらっていいですか。じゃあ一旦ちょっとドライバーさんにちょっと、戻してあげてください。リレー方式で構わないんでドライバーさんに一回戻してあげてください。はい、操縦台の裏手から回ってドライバーさんに渡してください。さあ、現在トップはこれは紺のフラッグですね。紺のフラッグの久米選手。さあ、紺のフラッグをつけました久米選手が現在トップの模様。マシーンは白と赤のね、円筒でしょうね。白と赤の円筒だと思いますが、さあトップは白と赤、今放送席前を通過。久米選手2番手島田選手、3番手山下選手、4番手浦部選手、5番手トップ選手、6番手菊池選手の順。菊池選手がちょっとマシントラブルで今ピットの方におりますかね。1分30秒経過です。今のところ全車周回は一緒じゃないかな。あーちょっと出てますね。さあトップはね、この赤と白のマシン久米選手、なんともう2番手集団に追いついてきてますよ。この久米選手はドライバーさんはね、向かって右から3番目の選手ですね。久米選手早すぎ、ベストランプ10秒14、もっと早いベストランプいますね。浦部選手は10秒07、ね、あ、ここで浦部選手2番手に上がった。1位と2位がすでに9秒空いてますね。これね、このね、赤と白のマシン円筒が現在トップなんですね、久米選手ね。で2番手浦部選手なんですが、浦部選手は今来ましたね。浦部選手1位と2位が 8.4 秒差。これは久米選手美味しいね、アドバンテージ持ってますね。これね、3番手山下選手、4番手島田選手、5番手時選手となっています。あ、ここでちょっと菊池選手がですね、ちょっとリタイアということですね。ちょっと残念なんですかね。さあ3分経過です。残り7分。さあトップは依然白と赤の円筒を減られて久米選手がぶっちぎりのトップ、2番手が浦部選手、3番手山下選手と続いています。トップが白と赤のカラーですね。あ、このヒートね、色が違うだけで同じようなね、配色にしてるのが結構ありますね。これね、円筒ぐらいの塗り方ですけどね。赤を基調としているのがトップの久米選手ですね。さあ2番手は赤いフラッグをつけていますね。こちらが浦部選手、これでしょう、ね、オレンジと白のマシン、今放送的前を取りました。これが2番手。3番手スカイブルーフラッグ、黄色と白の演奏ですね。こちらが山下選手。あ、3番手争い、接近戦だ。これは3番手4番手 0.27 秒。さあ今放送席前を取った2台が突破、3番手争い、その3番手争いの後ろにもトップが来ているというね、すごい構図になってますが、さあ今3番手争い、3番手までは全国大会進出。4分経過です。さあ黄色と白が今現在3位、グリーンと白が現在第4位。どうなる、その後ろにいるのがトップなんですよ。久米選手がトップ、このトップが3番手争いを後ろから生還してね、そこで抜いてしまおうかというね。まもなく5分経過となりますが、おーっと3番手、おーっと今絡んでしまった。
さあ一旦ここで3番手の手がね収束しましたかね。さあ黄色と白のエンゾが今3番手、その後ろに白と赤がねトップなんですね。トップの久米選手4番手まで周回遅れにした。ここで前を抜くと3番手まで周回遅れになります。